僕の勝ちだね。運が良かっただけでしょ。おとなしく剣を返してちゃんと謝ったらどう？その後はメソメソしながら帰っておじいちゃんに文句を言ったらいいよ。僕に会ったのが運の月だったんだ。君の大きくて重い錆びた鉄拳に興味はない。それに僕には誰かの武器を奪うような趣味もないしね。ちょっと化け物を切ったくらいで調子に乗らないで。この剣を奪えるか試してみたら？